サウスイーストクイーンズランド地区のマルーチー氏、マルーチーは、オーストラリア連邦クイーンズランド州、サウスイーストクイーンズランド地区、サンシャインコーストにある地方統治区域の一つ。シュー都ブリスベンから北へ約1 0 0トルに位置し、人口は約13万6千人、面積は1158平方キロメートルである。2008年3月15日に、 南北の隣接市と合併してサンシャインコースト市となった。マルーチーとはアボリジニでは黒い白鳥を意味する赤いくちばしのこととされる。マルーチーという名前は土着の伝説に由来する。その伝説は他の部族から来たニンデリという男が恋がたきのクーラムと結婚することになっていたマルーチーという美しい娘を彼から奪い取った物語である。 クーラムは彼女を、その略奪から一度は救い出したが、ニンデリは彼らの後を追い、追いついた時、ブーメランを投げて、クーラムの頭を一撃することに成功した。その際、彼の頭部は海の上を転がり、現在のムドジンバ島になり、クーラムの体は、クーラムさんとなった。ニンデリの無慈悲な行いは、神の怒りに触れ、ニンデリは石に変えられてしまった。 マルーチーは奥地に逃れ泣きくれた。その涙は山を流れマルーチー川となったという。マルーチー市はサンシャインコーストの経済の中心地であり、特にマルーチー道路ーはオーストラリアで最も成長しつつある都市の一つとなっている。緑豊かな広廃地と2 0トル以上続く美しい海岸には数百種の動植物が生息している。数千ヘクタールに及ぶ 低牧地の自然とともにショッピングと食事が楽しめる都市部もある変化に富んだ地域である。ありがとうございます。